2021オートバックススーパー GT ラウンド4、モテぎ GT300 キロレース、見事 GT500 クラスでポールポジションを獲得しました、スタンレイ NSXGT の山本直樹選手、牧野忠介選手にインタビューをしたいと思います。ではまず、Q1 を担当した牧野選手、えー作戦がえー、前線が復帰して4位獲得、えー、そこから久しぶりの予選で緊張したとおっしゃっていましたが。 予選振り返っていかがでしたか。そうですね。あの本当に前線から復帰させてもらって、えー、まあ、間で S.F. のレースとかもあったんですけど、このスーパー GT の予選は本当に昨年の最終戦以来だったんで、なんかちょっと普段より緊張したんですけど、あのまあ、走り出してから本当に車の感触も良かったし、あのまあいいアタックができたなと思うんで、あのまあ、いい予選だったかなと思います。自分自身のその給与も。はい、ありがとうございます。えー、では Q2 を担当して。 山本選手、球痛を担当した山本選手2018年ぶりのチームとしてはポールポジションということで地元でのポールポジション獲得ご自身のスティンと振り返っていただいていかかがででしたかそうですね、えーまああの、牧野選手が9番で、えー、非常にいいアタックをしてくれたので、まあ、もちろんいいからこそ取れるっていう、まあ、プレッシャーもありましたし期待もあったんですけども、まあその思いと、まあの。 プレッシャーを力にうまく変えることができたと思いますし、まあ、何よりも本当に気持ちよくいいアタックをすることができる車を用意してくれた本当チームの皆さん、まあ、エンジニアさんはじめ本当チームの皆さんに感謝します、はい、あした、えーでは明日えー、熱いレースになると思いますが牧野選手は復帰して久々の熱い状態でのレース、えー、タイヤ含めコンディション含めいかがでしょうか。そうですねあの、まあ あの正直、想定より多分、熱いと思うんですけどただ、多分それはみんな一緒だと思うんであのその中でも僕たちは今すごいいいものが揃っていると思うので、えー、しっかり明日優勝できるように頑張ってまたチームみんなで喜べたらいいなと思いいまますす、はい、ありがとうございます山本選手2ヶ月のインターバルでチームとしては大きな進歩があったのかなというような印象なんですがその辺り含めて明日に向けてチーム一丸となってどんな戦いをしたいですか。 まあ前線からインターバルがかなりあったのでもちろんそのチームとしての見直すべき点ですとかこのレースにかけて勝つための準備というところではかなり力を注いでくれたのでその結果を一つ証明することができてドライバーとして今日までのお仕事はいい仕事ができたかなと思っていますで、まあ、昨年チャンピオンを取ることができたんですけどあのポールポジション ただ、このを含めて、まあ、このトップ3になかなか加わることができないレースが続いていたので、まあ、どうしてもここの強化をしたいということで、まあ、チームにリクエストもしてそのリクエストにチームがしっかりと応えてくれて、まあ、対戦面でかなりの強化をしてくれたということが、まあ、この結果につながったと思うと、まあ、本当にポールポジションという名前以上の価値のあるものを僕たちで えー、掴み取れたかなと思いますので、まあ、しっかりとこのチャンスを明日形にさらにもう一つ形にできるように、まあのーまあ、決勝までの時間をまた有効に使って明日何が何でも勝ちたいなと思ってます。はい、ありがとうございました。ではまた明日ここでお会いできることを楽しみにしております。A、ポールポジション獲得したお二人です。おめでとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。あり,したありがとうございます。